F-35C ステルス戦闘機運用が急がれるアメリカ。最新鋭原子力空母ジェラルド・ R ・フォードに、またも問題が発生。今回、この難問を詳しく見ていきますね。あとは今までの経緯も。見ていかないと、理解できないかも。F-35C 戦闘機の話はどこへ。2017年5月に就役したアメリカ海軍の最新鋭航空母艦。ジェネラル・ R ・フォードは2021年になってもトラブル発生が続いており、各種テストの遅れから未だに海外派遣ができない状態であるという。アメリカの威信をかけて、最新の技術を結集した世界最大の原子力航空母艦として華々しくデビューした。ジェネラル・ R ・フォードであったが、その最新技術である電子制御による発着艦システムの不具合や、兵器運搬用エレベーターの不具合などで、2021年6月になってもまだ、本格的な運用開始の目途が立っていないのである。アメリカ海軍は、現在、このジェネラル・ R ・フォードの他にニミッツ級、原子力空母10隻を保有していて、正規空母11隻体制で空母打撃群を運用しており、現在ジェネラル・ R ・フォード級2番艦の、ジョン・F ・ケネディが2019年10月に進水して偽装中である。そして今後さらに10隻を建造する計画となっていて、同級が就役するごとにニミッツ級を退役させて空母11隻体制を維持していく方針とのことだ。ジェネラル・ R ・フォードは満載排水量約10万トン、全長 332.8M、最大幅 78M、艦載機搭載機数は75機以上、最高速力は30ノット以上とされ、一見いたところ、ニミッツ級、満載排水量10万トン、全長 332.9M、最大幅 89.4M、搭載機数70から90機。最高速力30ノット以上と大差がないように思われるが、発着艦システムが大きく変更されている。ニミッツ級では発艦用のカタパルト、射出機は蒸気式で原子炉で発生させた。不適気圧によって射出するが、ジェネラル・ R ・フォードでは、原子炉の性能向上で 25% 出力が向上したことで、発電能力が大きく増強し、レーダー類の強化とともに、初めて電磁式カタパルトが採用された。この電磁式カタパルト、エマルス、エレクトロマグネティック、エアクラフト、ローンチ、システムはリニアモーターによって、航空機を射出するもので、これまでの蒸気式と比べて出力には差がないものの、射出する機体の重量や特性に合わせた加速度調整によって、機体への必要以上の荷重を軽減するとされているほか、射出間隔を短くすることが可能で、ニミッツ級では120回日とされていた発艦回数を160回日に増やすことができるとされていた。このことはニミッツ級とほぼ同じ搭載機数だとしても、延べ発艦回数を 30% 増やすことになり、運用効率が大幅に向上することになる。また着艦時の航空機の制動に
必須であるアレスティングギア、先進着艦制動装置 AGG もジェネラル R フォードでは電磁式となり、ニミッツ級の油圧に変えてウォータータービンを採用し、モーターとの併用によって着艦する航空機の重量や速度、機体強度などに合わせたよりアクティブな制動が可能とされている。しかしながら、このエマルスト AAG において試験でのトラブルが続出していて、どちらの稼働率も考えられないほどの低さとなってしまい、その信頼性が揺らいでいる。ジェネラル R フォードは収益後の海上公試しで動力部の不具合も発生したために1年以上もドックで修理が行われ、その後のテストでもエマルスの制御システムに故障が発生するなどして各認証試験が大幅に遅れてしまい、2020年3月にようやくフライトデッキ認証テストをクリアすることができたという状況だ。そして発着艦システムのトラブルだけでなく、これもまたジェネラル R フォードから採用された電磁式の弾薬運搬用エレベーター、先進型兵器エレベーター、AWE が正常に作動しない。トラブルにも見舞われており、艦内に11機ある弾薬運搬用エレベーターのうち5機しか作動しないとのことで、この問題解決にはまだ1年ほど時間が必要とされている2011年1月現在、ジェネラル R フォードでは艦体強度試験などが実施されているのであるが、残りのテストが完了するまでは18ヶ月ほどかかるとされていて、ジェネラル R フォードが海外に派遣されるようになるのは早くとも2023年頃ではないかとの見方が出ている。さらに、アメリカ海軍では、艦載機使用の F-35C の導入を進めていて、2021年中にはニミッツ級、カール・ビンソンに、搭載される予定であるが、ジェネラル、R、フォードでは、まだ、F-35C の運用における、エマルスト AAG の、検証が終わっていないため搭載することができない問題もある。このように、建造費130億ドル、約1兆4000億円以上をかけた、ジェネラル R フォードの真の意味での収益には、まだまだ時間がかかりそうな現状について、アメリカ議会では、建造費がニミッツ級2隻分にも及ぶ上に、維持費にも膨大な予算が必要となる同級空母は、不要との論が湧き出してきそうな雲行きなのである。空母不要論といえば、よく引き合いに出されるのが、2015年のアメリカのフロリダ沖で展開された演習で、フランス海軍のリュビ級攻撃型原子力潜水艦サフィールが、アメリカ空母セオドア・ルーズベルトの空母打撃群の対戦勝海網をくぐり抜けて攻撃、空母打撃群の半数の艦艇を撃沈したという話である。これは、その直後に、フランス国防省がホームページ上で公表した衝撃的な情報で、すぐに削除されたこともあって、その後は話題に上らなくなっている。おそらくは、アメリカ国防省からの依頼で削除されたのであろうと、されているが、当時、これを中国の軍事メディアが目ざとく発見して、
記事にしたため、フランスが中国を利用して自国源泉を売り込むためのいい宣伝としたとも言われている。その情報の信憑性は定かではないとしても、近年においては潜水艦の静粛性や魚雷、対艦ミサイルの性能は大きく向上しており、腕の良い艦長が最新の潜水艦を操れば、実戦でもこのような事態が起こりうる可能性は高く、このサフィールによる快挙は海上自衛隊潜水艦が中国海軍の空母打撃群に対抗するためのこれ以上ない良い戦訓となるのは間違いない。ただし、だからといって高性能の潜水艦があれば空母はいらないとするのはあまりに短絡的であり、このサフィールの快挙についてはサフィールが侵入した際のアメリカ空母打撃群の対潜哨戒の状況などの検証を重ねる必要があろう。またこのことが事実であったとしても、アメリカ海軍にとっては対潜哨戒を見直すいい教訓になったと思われ、当然その後は改善されているはずである。それゆえに、例えば横須賀の第7艦隊においてロナルド・レーガンを帰国させ、原子力潜水艦を増強するなどというようなことには決してならないであろう。